こんにちは大木町議員の馬場隆です、えー、今日は久しぶりにですね、えー、12月の福岡県県議会の様子のまとめをしてみたいと思います。えー、これ、まあ、前回、えー、9月ですかね、をやったんですけども、まああのー、やこれをやる、まあ、意味として、意味合いとしてはですね、まああのー 大体国の施策というのが県に降りて、それがまあ市町村に降りてくるわけなんで、まあ、市町村の議員をしている私としてもですね、その一歩先を見る、動向を見るためでもありますしですね、えー、国の施策っていうのは結構ニュースでも取り上げるんですけども、県の施策、例えばまあ補助金制度であったり、結構知らない方も多いので、えー、それの確認もあります。 それとですね、えー、まあ、議会っていうのは大体まぁ1、2週間ぐらいかかるんですけども、その、録画映像を見るにはまる、あ、丸々2、3日はかかりますからね。それをまあ10分ぐらいにまとめてやっていこうと思っています。はい、えー、それでは一番この議会の中でメインのところは補正予算でした。 説明としてはですね、県税の歳入が減少470億円程度が下回ったのもあり、51億円をですね、財政調整基金等より繰り入れをして、まあ、厳しい財政状況だという説明をした上でですね、 まあ内容としては、11月の25日に宗方,方市であった鳥インフルエンザの発症事例に対する殺処分費用が五5 7億円ですね。これはまあ消毒とか経営支援、殺処分費用、県内の養鶏所の消毒、防護服等の費用でががになっています。 その他メインなものでいくと、高齢者、障害者施設従業員への PCR テストの費用ですね、感染者対応移住者医療従事者への給付金であったり、プレミアム商品券の増額等がこの予算の中に入っておりました。まあ,あの特に質問等もなくですね、まあ、1件だけ賛成して 賛成討論の中で指摘ということで、えー、秘,密旅秘密の旅旅行キャンペーンというのも福岡県でやってるんですけどもこれは GoTo トラベルというのをまあ国で中止しているうようにです、ねまあ、福岡県もやめるべきじゃないかという意見はあ指摘は出てましたが、まあ、あの予算自体は賛成多数で可決されております。 その他、あの、議員提出議案としてですね、ワンヘルス条例案っていうのがありまして、これは人、動物、環境の共生社会を目指す宣言みたいな条例でありまして、この中に具体的にですね、県のそういう拠点づくりを作っていくことなんかも含めたの条例がですね、賛成多数で可決されております。 で、えー、そうですね。あと、まあ、質問を、いろんな、ああ、大級、会派。 の代表のの方かからの質問とか各自の議員の人からの質問、いっぱいあったんですけど、まぶん10以上ぐらい質問をされてる方がいたんですけど、うんまあ、その中からいくつか気になったのをピックアップしますとです、ね、えーまあ、新型コロナの現状を知事に尋ねる質問がありましたで、回答としては低水準でありますし、医療体制も今のところ十分だという回答ですね。 あと,あとアジア貿易センターの誘致はどうなっているのかという質問に関しては、九州の知事会等でも今、お話をしてて、それを国にです、ね、今、提案をしているところということです。 で、まあ、あの、財政的なもので言いますと、報告として、えー財、財政調整基金、まあ、あの、県の貯金みたいなものですね。なので、まあ、主なやつ3つの基金はですね、令和元年度末で言うと357億円ぐらいあったのが、 現在は178億円に減少してて、えー、今回も検査を448億円発行しているなど、ですね、えー、財政が厳しくなっているという報告がありました。えー、まあその他ですね、えー 応印の廃止、まあ、印鑑ですね。まあ、国も進めてるやつですけども、まあ、セキュリティや高齢者対応も含めてですね、県での取り組みはという質問に関しては、まあ、現在見直しをしているところであります。ということでした。まあ、あのー、県庁の中に、主なあ、そういう書類等の手続きで、6000件ぐらい ある、その、印鑑が押さないといけない手続きのうちの5000件はなくすことができるという対応が可能だというふうに、今、まとめているところだそうです。まあ、できないもの、そうですね。どうしても実,実印が必要なものを、まあ、銀行等の まあどうしても対面が必要なもの等もある、まあ、それは右側として、えー、それ以外はできるということです。まあえー、目標としてはです、ね、条例改正が必要でないものに関しては年代、条例改正もしないといけないものに関しては来年度を簡素化していく予定だそうです。でまた、セキュリティ対策に関してはです、ね、腸、えー、内システム。 ですね。いわゆる、いろんな、あ行政にはですね、いろんな独自の、その、その行政、その役場役場同士で、ちょっと違うシステムがあるんですけども、まあ、国とつながってるシステム、もしくは市町村とつながってるシステムってあるんですけど、そういうシステムと、インターネット接続用の端末の、 は別個にしているととうことなのでえ、まあ、インターネット経由で、えー、そのシステムをハッキングされるようなことはあ今のところはない,でたないように対応しているという説明でありました。 またですね、他の方の質問で鳥、鳥インフルエンザは野鳥からの感染と思われるが、対策はしているのかという質問に関して、発生場所1 0トルを監査地域として環境省が任命をしているそうです。で鳥類の死亡事例などがあれば、鳥には触らないようにですね、届けるように告知をしているところで、まあ、今のところは特に目立った報告はないと。 とということでした、はいでまあ、それではまとめですが、そうですね、全体の議会を見ててですね、えーまあ、旅行キャンペーンの禁止を求める指摘などはありましたけども、ほとんど、まあ、執行部の提案通りの可決で、まあ、淡々とした議会運営であるような感じでした。まあ、あ,のー、あえて言えば、あのー、拍手が認められてる。うーん結構あのー まあ人気のある議員さんなんかがこう質問すると拍手がわっと上がるんですよね。なんでそういう拍手が認められているのは羨ましいなと思いました。うちの街は拍手もダメですからね。えー、ただ、まあ、まあうちの街でもそうですけども、うん、やっぱりイギリスとかアメリカとか、まあ、私がよく知っているフィリピンとかの議会とかと比べるとですね えー、いろんな意見が出てくる頻度っていうのがもう極端に少ない。<laughs> えー、だいたいまあ提案者が出してる提案が通ってるような、まあ裏ではいろいろ調整はやってると思うんですけども、なんでまあ議会を見る限りではちょっと民主主義というにはほど遠いんじゃないかなというふうに感じなくはないでした。が以上になります。それでは、 今のところ115本ほど動画上げていますので、ぜひ他の動画も見てですね、えー、そうですね、知人なんかにお、知り合いの方なんかにチャンネルをお勧めしていただければと思います。それではまた。